どんぐらい 2.6 続きそうですか。あっとマジの話する、バージョン 2.6 がどれぐらい続くか。あれちょっと待って、雪ない。なんか原神のさ公式ページが見れたはず。アイモンをリツイートしたんだけど、原神アップデートの予定があって、刀は技を支え、これホヨラボです。これ匠は宝を言う、いつだっけな、原神ガチャ4月19日から終了期間は、2.6 終了時でしょ。武器ガチャもそう、キャラクターのお楽しみも多分あれかな、 2.6 終了まで続く。でこのイベントなんだよな、イベント始まるのがね5月14日だから、本来だったら 2.7 が始まってた時期かな。5月14は来週の土曜日、次の来週の土曜日だから、本来だったら 2.7 は5月10日か5月11日に始まったから、なんかこのイベントの開催がね遅れてるんだよな。で6月7日まで続くからすごいでかいイベントよこれ。何日これ、1週2週3週3週間以上続く特大イベントなんだよな。6月7日じゃね、なんか6月8あたりに私は 2.7 が来るとしたら来ると思うかな。イベントをさ、またいでバージョンアップデート やったことってあるのかもしれないけど、ちょっとわからん、長い。いや6月7日だったらちょっともつ気しないな、1ヶ月あるしな、今5月5日だから。だからまあ1ヶ月くらいはもしかしたらかかるのかもしれない覚悟がいる、イベント入れるだけ偉い。まあそりゃそう、イベントあるだけね。だからそんぐらいロックダウンの影響がでかいのかなって思うし、まあ、全然しゃないよな。ちょっと1ヶ月きついから、その間になんか公式生放送とか挟んで我々の興味を絶えず残しておいてほしい。延長はあんまり押せない、私的にせっかく貫突したのに価値が下がるようなことしてほしくない。仕方なくない。まあまあね、彩香のガチャ延長じゃなくてあれか、個人的にはね工場星5キャラのガチャやってほしかったなって思ってたな。ジンとかニルクとか国星とかモナとかナナちゃんの星5キャラのピックアップを1回だけやってほしかった感はある。で星4のピックアップがリサ、アンバー、ガイアだったら、なんか嬉しいし、みんな嬉しいかなっていう気持ちで、連機化し、まあ、強いわけじゃないけど、まあ、レアだからっていう理由で、まあでも、まあ、延長でいいんじゃない。だって新しいことできないんだもんな、アップデート延期するってことは。まあそのアップデートのためにやらなくちゃいけないことがあるわけだし、まあ、それで新しくガチャのラインナップ組んでるのもまたやるべくやること増えちゃってるしな、仕方ないな。Excuse me?